台湾ではいろいろろ動きがあります中共が台湾攻撃に備え、東風17号、超音速弾道ミサイルを南東沿岸地域に配備したことが明らかになりました。しかし、中共は武力行使をする前に、好戦的な外交官を派遣しました。先日、台湾の立法院、国会で総光人外交政務次長が答弁しました。フィジーで台湾駐在員が中国の大使館員から暴行を受けた事件に、立法委員の質問は集中していました。 総事長は次のように答弁しました。会場に侵入した中国の大使館職員を台湾側の関係者が制止したため、中国の外交官から暴行を受けました。証人も物証もあります。外交部の王光安報道官は、フィジーの台湾駐在員が頭部に怪我をしたとし、暴行を振るった中共の外交官はフィジーの警察によって強制的に連行されたと述べた。 中国外交官の行動について法の支配と文明の規範に重大な違反があったと報道官は述べたフィジー政府の元報道顧問のグラハム・デイビス氏がブログで事件のいきさつを明かしましたそれによると中フィジー・台北ペ商務弁辞書大使館総統は8日夜ホテルで建国記念日を祝うレセプションを開催しましたレセプションには外交使節団国際機関 NGO フィジーの中国人らが参加しました 中国大使館員2人が突然会場に入り参加者全員の写真を撮り始めました台湾側の職員はすぐ彼らに退去するよう説得を試みました2人は聞き入れず職員を殴り1人は首に怪我を負い後に脳震盪と診断されましたデイビス氏によるとフィジー警察官が駆けつけたとき中国の大使館職員は外交特権を持っていると主張したため事件として扱わなかったそうです 18日、フィジースバ警察の穴内ソロ報道官によると、中国の大使館職員から台湾に対する苦情を受けましたが、台湾の職員への暴行について報告を受けていません。フィジーはこの事件の立件を見送りました。デイビス氏は、メディアの報道が真実だと指摘しました。記事の情報源には事件を目撃した外交関係者が多数含まれているからです。台湾政府は正式にフィジー政府に抗議しました。 中フィジー中国大使館は台湾側の非難は事実ではないと反論した台湾の職員が公共の場で中共の外交官を挑発して一人の中共外交官が負傷したと主張しましたもし台湾側の挑発で中国の外交官が負傷したなら中国でビッグニュースになったでしょう中共は何もなくても喧嘩をしたいので本当に台湾側が先に暴力を振るったなら大騒ぎになったはずです中共は事件についての言及はありませんでした 台湾の非難を受けて中共は反論しましまた政府系メディア環球時報の編集長、古釈紳氏は反論が得意です。古氏は、台湾は中国のならず者外交に抗議していますが、フィジーは大ごとにしたくないと述べました。そんなことがあり得る。中国の外交官は紳士的で、台湾人を殴って脳震盪を負わせるはずがないと彼は言いました。 フィジーが大ごとにしたくない理由は想像できますが、証拠がないのでここであえて言及したくはありません。コシは、中共外交官は人を殴っていないと言いました。コシについては、みんな知っているはずです。中国の元有名キャスター、蔡英元氏は彼について、奇弁の達人と批判していました。中国の外交官は紳士的だというコシの発言は、誰が聞いても失笑すると思います。 しかし、中国外交部の張立堅報道官のこの件についてのコメントは、中京の本性をあらわにしました。張氏は、台湾はフィジーに大使館を設置していないため、フィジーでの一中一台、一つの中国、一つの台湾、二つの中国の活動を決して認めてはいけないと述べました。実際、張氏の発言は一見、台湾を批判しているようですが、実際は中京の暴力事件を起こした原因を明らかにしました。 中共は台湾の建国記念日、レセプションが一つの中国の原則に違反していると考えているため、暴力事件を意図的に容認しました。はっきり言えば、これは台湾への報復です。皆さんもきっとこのように認識していると思います。台湾民進党は中共の暴行を非難しています。謝海分報道官は声明で、中国のならず者外交を強く非難しなければならない。 中共の軍事的威嚇や外交的挑発は台湾の人々の反発を強め両岸関係をさらに悪化させてしまうと述べました国民党は中国軍機による台湾への頻繁な干渉が両岸関係の悪化に拍車をかけている台湾駐在員への暴力は両岸情勢をより危機的な状況にすると述べました時代力量の国際部主任である劉志傑氏は今回の事件を容認すべきではない 党派を問わず中共に強く抗議し政府を支持すべきだ中国の外交官に外交特権があるとしてもフィジーは暴行したものを国外に追放すべきだと述べました一方中共はこの暴力事件を起こす目的は何でしょうか18日中共支配下のサウスチャイナ・モーニング・ポストは中共が南東部沿岸の軍事作戦を強化していると報じました 報道は、中共が最新鋭の東風17町音速ミサイルを南東海岸に配備したと北京の情報筋の発言を引用しました情報筋によると、中国軍は数十年前の東風11と、東風15を、東風17に置き換えるために、南東地域のミサイル基地をアップグレードしました東風17の射程距離が長いため、より正確に目標を狙うことができますカナダの軍事雑誌、カンワボウム評論のピンコフ編集長によると 中共は近年、福建省や広東省の海軍や海上部隊、ロケット軍基地の規模を倍増させ、台湾との戦争に向けた準備を強化しています。ピンコフ氏によると、台湾南部への攻撃を担当している広東省、船井の基地が最近、新型ミサイルを配備しました。ミサイルのの種類には言及しなかったのですす。が、東風17だと考えられます また18日ラジオフリーアジアは新鮮ン市危機管理局が最近緊急時に備えて食料日用品緊急用品道具などを家庭で準備するよう通知したと報じましたインターネット上には新鮮の防災用品リストの基本版と拡大版が流れています基本版には非常用懐中電灯救命ホイッスル消火器マスクなどの防災用品や道具医薬品などが含まれています 拡張版には食料品や日用品工具や道具など非常用品のほか貴重品や書類なども含まれています政府が国民に緊急時の備えを指示しているのは台風だけではないだろうというネットユーザーの声もありました広東省を訪問したとき習近平は陸軍に対し戦争の準備に全力を尽くすようにと呼びかけました一部のネットユーザーはいよいよ開戦だと推測しています 様々な情報源から中共は台湾との戦争を準備しているようです今回の暴力事件は中共が意図的にトラブルを起こし台湾を侵略する口実を作ろうとの解釈もあります私が以前引用した例をまだ覚えていますか昔の中国の小学校の教科書にこういう文章がありました上流で水を飲んでいる狼は下流で水を飲んでいる羊を見てなぜ私の水を汚すのかと言いがかりをつけました 羊は、あなたが上流にいて、私が下流にいるのに、どうして水が汚れるのと聞くと、去年、陰で私の悪口を言っていたそうだね、とオオカミは論点をずらしました。去年はまだ生まれてもいないのに、と主張する羊に、オオカミは、お前か親父かのどっちかだった、どうせろくなやつじゃない、と言い放ちました。中共は、このやり方と同じで、口実があろうとなかろうと、言いがかりをつけて相手を攻撃します。 しかし、結果的に中共の終焉を招いてしまいます。ロバート・オブライエン、アメリカ国家安全保障顧問は16日、アメリカシンクタンク、アスペン研究所での対談に参加しました。対談したのは、ブッシュ大統領時代の国家安全保障顧問を務めたスティーブン・ハドリー氏です。ハドリー氏はオブライエン氏に、中国共産党が台湾を武力攻撃した場合、アメリカは台湾を助ける用意があるのかと質問しました。 オブライエン氏は、我々はアメリカ軍の具体的な計画について、いつもコメントしているわけではないとし、アメリカは道具箱に多くの工具を用意してあると述べました。オブライエン氏は、台湾は防衛が容易で攻撃が難しく、上陸できる場所が4、5か所しかないため、中共が水陸両用作戦で台湾に侵攻する可能性は低いと述べました。 彼は823金門方戦を例に、中国軍はこれまでも台湾侵攻に失敗し、特に金門上陸作戦では、中国軍は全滅したと話しました。オブライエン氏は、中国が台湾を狙ったミサイルを大量に配備し、台湾を爆撃する可能性があると考えていました。中国共産党が破壊された台湾を占領して、何を得られるかわからない。欲しいものをすべて失い、国際的に孤立してしまうだけだ、と語りました。 アメリカ軍が巻き込まれた場合中国共産党は非常に危険な状況に直面します全世界特にインド太平洋諸国の大半が反発するからです中共が台湾を攻撃すればさらに孤立するでしょう世界は大規模な反共連合を結成するかもしれませんと述べましたオブライエン氏はアメリカ軍が台湾に武力援助するとは明言していませんが彼の言葉から何かを感じ取れます アメリカは資源をたくさん持っているので、あらゆる資源を使って中共に対抗するでしょう。これには台湾を守るための武力行使も含まれているでしょう。アメリカの作家、マイケル・シューマンは、月刊誌、アトランティックマン3への投稿記事で、これまで一度も着火したことのない因果点の一つである台湾をめぐる紛争は、何十年にもわたって中国とアメリカの間の紛争に突入する可能性があると述べました。シューマン氏はさらに次のように述べました。 中共武力統一を選択した場合、太平洋を支配するのは中国かアメリカかを決めることになります。アメリカが台湾に味方しなければ、アメリカの同盟体制は崩壊することになるでしょう。台湾をめぐる紛争は冷戦の異物かもしれませんが、未来の形を決める出来事になります。